透明スパイは1942年公開のアメリカ合衆国の映画透明人間シリーズの第4作目第二次世界大戦勃発の影響を受け国民の戦意公用を目的に制作されナチスドイツと大日本帝国が仇役として登場する脚本のカートシオドマクはナチス政権から逃れてドイツを出国した身であり映画ではナチスを 無能扱いするなど、反な知感情が現れている。特殊効果は、透明人間の逆襲、透明女に引き続きジョン・フルトンが担当している。ジャック・グリフィン博士の孫フランクは、フランク・レイモンドと名を変え、アメリカに移住し、印刷店を開業して暮らしていた。ある日、フランクのもとに、彼の蘇生を知るケシタポのシュタウファー中将、日本の息と男爵が部下を引き連れて現れ、 ジャックの開発した透明薬モノケインを引き渡すように迫る。フランクはモノケインを手に店から逃亡する。アメリカ政府からもモノケインを提供するように求められるが、フランクはモノケインの兵器転用を危惧して提供を拒むが、真珠湾攻撃のニュースを聞き、自分がモノケインを使用するという条件でアメリカ政府に協力する。アメリカ政府から ドイツ本国に潜入し、ドイツ軍の攻撃計画を入手するという指令を受け、フランクはイギリス空軍の協力を得て、ドイツへの潜入に成功する。モノケインを注射して、透明人間になったフランクは、ドイツ軍の追跡を交わして協力者のアーノルド・シュミットに接触し、シュタウファーが所持している、アメリカ国内に潜伏する、独日スパイのリストを奪取するという指令を受け取る。 フランクはアメリカ軍の女スパイであるマリアの屋敷に向かうが、その日はシュタウファーの副官ハイザー大佐を招いて夕食会が開かれていた。マリアは彼女に好意を寄せるハイザーから情報を聞き出そうとするが、フランクがハイザーをからかうため肝心の情報をなかなか聞き出せずにいた。マリアに言い寄るハイザーがようやくアメリカへの攻撃計画を口にした途端、 フランクがテーブルをひっくり返したため、ハイザーは激怒して、マリアを屋敷に軟禁する。フランクは顔にクリームを塗って、姿を現して、彼女に謝罪し、二人は互いに惹かれ合う。アメリカから戻ったシュタウファーは、自分を裏切ろうとしたハイザーを逮捕し、彼から夕食会の話を聞き出す。シュタウファーは、フランクの存在を察知して、マリアを尋問する。その頃、フランクは、 シュタウファーのオフィスに潜入して、リストを入手するが、それを見越していたシュタウファーに追い詰められてしまう。フランクはオフィスに放火して、騒ぎを起こし、その隙に脱出し、シュミットの元に向かい、イギリスに連絡を取る。シュタウファーはリストを奪われたことを隠蔽しようとするが、生きとに見抜かれて彼と決別し、別々に、フランクの行方を追うことになる。フランクは収容所に潜入して逮捕されたハイザーに、 接触し、彼からニューヨークの爆撃計画と工作員による放棄計画を聞き出し、彼を連れて収容所を脱出する。二人はシュミットの元に向かうが、彼はシュタイファーに逮捕されていた。シュミットの家にはマリアがおり、フランクは彼女が裏切ったと問い詰めるが、待ち構えていた意気とに捕まり、日本大使館に連行される。一部始終を見ていたハイザーは、 自らの地位を回復するため、シュタウファーに連絡を取る。シュタウファーは部隊を率いて、日本大使館を襲撃し、フランクとマリアは混乱に乗じて脱出する。行きとはシュタウファーを切り殺すが、リストを盗まれた責任を取り切腹する。フランクとマリアは空軍基地に向かい、ニューヨーク爆撃に向かう、予定の爆撃機を奪い、ドイツを脱出し、ハイザーはシュタウファーの部下に射殺される。 二人はイギリスに向かうが、イギリス軍の攻撃を受け撃墜され、負傷したフランクは、マリアと共に、パラシュートで脱出する。フランクは、病院で目を覚まし、面会に来た、スペンサー大佐から、マリアが、正真正銘のアメリカのスパイであることを聞かされる。スペンサーが退出した後、モノケインの効き目が切れて、素顔に戻ったフランクは、マリアとキスを交わす。 フルトンとバーナード B ・ブラウンの2人は第15回アカデミー賞でアカデミー資格講歌賞にノミネートされた。ありがとうございます。